安倍元総理の甥っ子岸信千代ちゃん衆院議員立候補するも家計増全面に押し出し批判殺到。ヘラじゃ今日もやばいよ。体調不良のため衆院議員を辞職した自民党の岸信夫首相補佐官の後継として山口2区への立候補を表明した岸氏の長男信千代がホームページに家計図を全面に押し出して物議を醸している。はいこれ見て。自身のホームページのトップ画面はこの通り、岸信夫お坊ちゃんのクリーンなイメージ。しかしいきなり次にはなんと家計図が、そう、これは、故、アペ主因上に関わる家系図。信千代坊ちゃんは、健康悪化で辞職した岸信夫長男であり、アペ主因上元首相の甥にあたる。と、このご時世に、血族をダブル主張。これだけ、世襲制とか、二世三世議員とか叩かれてる中、山口県民さんは、この家系図見て、お、良い血筋のサラブレッドだね。って言って投票するのかい？そうなのかい？まあ、そんな信千代さん、経歴がすごくて、かの、慶応大学商学部卒業で、2014年、あの、フジテレビ、社会部記者として入社。2020年、フジテレビ退社後、父である大臣の大臣秘書官で31歳。と、完璧なエリートマン。で、フジテレビの記者であった時の映像が、滝川ガレソ氏のツイッターにアップされてました。大きい声、大きい声、はい。記者お願いします。横浜市みなとみらいの、京友病院です。こちら、昼頃に起きた、京浜急行の、電車の事故による怪我人の方がこちらに続々と、救急車で、続々と搬送されています。大丈夫か？2月7日山口県内で記者会見した際には彼はこう語っていた。かつての曽祖父、祖父、叔父、そして父、みんなが情熱を持ってこの山口と日本の未来を作るために行動を起こしてまいりました。こうした意思は私にもしっかりと受け継がれております。そんで世襲への批判に対してはいろんな意見があることは認識しているとする一方、こういう家庭環境であったからこそ政治の話題が比較的身近なものとなったとも語ったそうな。あ、まあいいよ、私は世襲には反対派だから。そんな中、お笑い芸人のラサール石井は自身のツイッターに、普通の感覚があればこんなこと恥ずかしくてできない、むしろ家計ではなく私自身を見てくださいと思うのが普通、この感覚では庶民のための政治はできないと私は思います。はい、私の感想ですと述べた。もちろんヤフコメンどもも、個人的には世襲の会社が3代で潰れると言われるように、世襲の議員も新しいやり方を模索する姿勢に欠けるためリーダーには向かないと思います。国においても個人においても生き残れるのは変化できる国、人であって、当衆はその逆だから、血縁のないところから人々の信頼を得て這い上がってきた経験のある政治家にこの国を任せたいなと思います。と、もちろん批判的。その他、世襲オブ世襲とか、親の七光どころか家計の七光と、まあ批判の雨嵐。そんで13日にこの家系図を削除かといって、おじ気味の意思と父気味の志を受け継いで立派な政治家になってくださいと期待する声もある。だったらそんな家系図を全面に押し出したダメだよ。人間は競馬みたいに血筋じゃないよ。血筋や遺伝子というなら今の日本は何なんだよ。まあこれ以上は言いません。自分なりに頑張ってください。自分なりにね、無理しないでねってこと。皆さんは、世襲派に賛成でしょうか？反対でしょうか？コメント欄に書いてください。チャンネル登録、よろしくメカドック。